お世話になります。ひとりでございます。今回は夢特性の磁場コイルを捕まえていきたいと思います。今回ご紹介するのは一つの巣のみでございまして、他の巣でももちろん出現しますので、あくまでも一つの例としてご覧いただければと思います。で、夢特性が出るかはまだ確認できてないので、検証しつつやっていく形となります。で、場所はどこかと言いますと、この道場の前からですね、直進していってブリッジを越えまして、栄光の架け橋を越えまして、ここで右に折れていきます。まあこの草むらは避けても避けなくてもどっちでもいいんですが、ここ回ってここの水に入るところの手前のところですね、この巣でどうやら出てくるとのことです。まあとりあえず枯らしときましょうか。で、鎧のことでは紫の柱だと夢特性が一発で出てくると思いますので、紫の柱を出してやっていく方法でやっていきます。で、紫の柱の出し方についてはまずはレポートを書いておきますと。で、レポートを書きましたら次は願いの塊を投げ込みますかで、はいを押して、レポートに記録しますかで、はいを押した瞬間にホームボタンを押しましょう。それでホーム画面のところでホームボタンを2回連続押しまして、柱の色を確認します。今赤色でしたので、ここでリセットしていきます。それで紫の柱が出るまでね、今までの作業を繰り返してやっていきます。はい、紫の柱ようやく出ましたね。出ましたら中身を見まして、こいつは違いますので、みんなで挑戦をやってですね、ホームボタンを押して、そこから設定で、本体から日付と時刻で1日進めて、戻っていきまして、それでやめるですね。これをやりまして、中身を必死に変えていきます。それで目的のやつが出るまでね、ずっとやっていきましょう。よし、ようやく来ましたね。めっちゃ時間かかりました。一回もう来ないかと思って別の場所に変えようと思ったぐらいで、ね、全然来なかったんですけども、とりあえず出ましたね。出ましたら一回やめるを押しまして、ここで必ずレポートを書いておきましょう。もしレポート書かなかったら、リセットした時に願いの塊を入れた瞬間まで戻ってしまいますので、もしレポート書いておけば磁場コイルとすぐに再生できますので、レポートは書いておきましょう。それでは行きましょう。おしゃ、ヒートロトムで行きましょう。いや、ヒートロトム使う回数多いな。うわ、いいね。めちゃめちゃでかいわ。ダイマックスのポケモンの中でも相当でかい部類に入るんじゃないかこれ。あ、コータスの日照りサンキュー。普通に大バーンで行こう。よし、大バーンどんぐらい入る。あ、結構入るね。割と磁場コイルは4つか、5つ星なのに4つしかバリアがないっていう感じなんで、結構倒しやすいんじゃないかなと思いますね。うわー、一発でやられた。オッケー、めっちゃ食らったね。オッケー、オーバーヒートで終わりと。いや、結構きつかったな。放電がなかなかしんどいっすね。はい、オッケー、捕まえさせていただきましたね。これは余裕っすね。はい、アイテムは普通ですね。経験あの XL とかも普通の個数でございまして、鎧鉱石とかもそうですね、普通のアイテムです。磁場コイル、磁場ポケモン。頭のアンテナで宇宙からの電波を受信して何者かにコントロールされていると言われる。あ、そういうことから、宇宙からの電波を受信してるってことは、そっか、宇宙人絡みだからこの UFO っぽい形をしてるってことね。なるほどね。はい、見ていきましょう。 4V ですね。まあこれは残念ですけど、まあ気にしてもしょうがないですね。で、中身見ていきますと、57レベルの磁場コイルでございます。で、特性はアナライズで夢特性ですね。やっぱり確実に紫の柱だと夢特性固定ですね。で、一番最後に技を出すと技の威力が上がるということで、まあ結構強いですね。これも使いようによりますけどね。で、技はラスターカノン、スパーク、エアキボールと体当たりですね。なんで体当たり覚えてんの？こういうの多いよな。なんか弱い技覚えてんの、なんで忘れさせてねえのっていう技ね。まあ実際こいつ体当たりしたらめっちゃ強そうですけどね。で、頑張り屋な性格でございますと。はい、ということで今回夢特性の磁場コイル捕まえさせていただきました。場所はですね、道場の目の前にある橋を渡ってですね、すぐ右手にあるところですね。ただ私がやった限りではめちゃくちゃ出にくかったので、そこだけはかなり注意が必要ですね。多分捕まえにくかったのは磁場が発生してたからじゃないですか。